どうも、てれです。どうも、おやです。今回は、なんか、おやさんのもとに謎の小包が届いたということで、こちらを開封したいんですけど、誰から届いたんですか？ヒデサメ竜騎士のヒデサメくんが、ヒデサメ8分から届きました。突然だよね。でも、キリサメくんから何も買ったわけではない。別に何かを買ったわけでもないし、取引をした覚えもないちなみに言うと、僕は一応、Twitter で話は聞いてるんで、内容は知ってるけど、まあ、おやさん知らない。知らない。何かした覚えもないから知らない。じゃあ、あげていきましょう。はい、はい。せーの。はい。あ、カード。はい。カード。カード。はい。え？イラストは入ってる。手紙入った。おやさんへ。ね、これ読んでいい？うん。読んでいいし、じゃあこれを。音読でいい？いいよ。そしてまた機会があるのでしたら動画を一緒に撮りたいです。エルコさんの動画も楽しく見てます。今後もよろしくお願いします。 PS 大谷さん、僕の恩人です。おー、ちゃんとした手紙だった。請求書だな。請求書だな。じゃあ1枚ずつ。これ GR かな。いや、なんか、あ、GR だね。GR だね。GR だ。なんか見たことあるぞ。いや、まあ、まあ、まだね。入ってたのはサマティスの通常が通常2枚。両ツタンカーン。カーネル。ドナートが4。ドナート4。で、ブロックアイテス。アッパヤロ。ピッチ。ピッチ13。まあ、多分これが1枚。リアルが、まあ、13枚。と、なんか、近日1枚が。これ、近日、僕の中であれしか出てこない。俺もあれしか出てこない。まあまあまあ。次、そこはおー、天文家だ。天文家だ。それのそれだねとか。ハイブリッド。ハイブスター。ハイブスター。結構綺麗じゃないこのハイブスター。そうね。部品だ。部品。おー、ヘブンズゲートもいっぱい。すげえ。ちゃんと光ってる。黒ギアラ4枚はすごい。どのリストだな。多分。ハイブスター天文のリストまんま。だね。おやさんといったらもう天文ループぐるぐる回してるイメージあるけど、今回天文がね、またハイブスターとハイブリーダーとで強化されたというか、まあ同じようなことができるというか、俺なんで2個作ったのって言って、ミラーの練習するのかなって。そう、なんか、貸し出しようかなと思ったら、DM できて、これ大家さんにプレゼント、サプライズでプレゼントで用意したんですよ。公式大会出るよ出ないは別としてね。そう。で、DM のデッキが1個増えたの。そうだね。マーセル・デュエル・マスターズのデッキが1個増えた。前までずっと5女しかね。俺ずっと5女しか話してない。話しないもんね、そう。結構ね、勘違いされてるけど、大家さんは別に DM は全然やるよ。全然引退したんじゃないよ。まあ、ほぼ全部引退だけど。フリーは全然やる。フリーは全然やってるし、そう。CS とか大会に出ないってだけで。そう。大規模な大会に、まあ、公認大会ですら出てないから。ああ、そうね、うん、普通のショップ俺ですからね、パンで。マジか。で、今後大家さんの天文がこれで見れるというわけですね。どうもついます。じゃあ最後、なんかパックに一言とか一言か3個とか。え、感無量です。特に自分が何かをした覚えはなくて、なんていうの、モチベーションが下がっちゃってあんまりやる気ないよって時に、自分ちょうど引退したから、まあ使わんし、フォーラムとかも欲しいって言ってたから、フォーラム別に、あ、フォーラムメルカリとかでも売れなかったし、一回あげちゃえっつってあげて、オニカマスも欲しいって言ってたけど、オニカマスはもう自分のところにめちゃめちゃ足りないから、あ、もう4枚ぐらいあったらあげるかって言ってあげて、それで、ね、別に何か見返りを求めてやったわけじゃないから、まさかね、こうやって帰ってくるとは思わなかった。今回は、ハックンの謎のレターパックの開封で、ハックンの方の、ね、動画に大家さんも出てるし、僕の方も、ね、出てるんで、ぜひ、ね、はい、チェックしてみてください。はい、そうですね。ありがとうございます。ハックン、ありがとうございました。またコラボしましょう。本当にありがとうございます。はい。